初登場はスタミナ型ビア体結構強いよね。ステータスが微強化、特殊能力に超援護。 C ランクの登場だったがプロ初セーブを記録。トレードでジャイアンツへ。ステータスが下がりボール C の球威型。出番が少なく D ランクの登場。1勝3敗に終わってしまった。久々通常 S ランクはスタミナ型。開幕からローテーション入り。 A ランクの登場だったが球種にカットボールが追加された。メイン適性が中継ぎで球威型。背番号を47へ変更。2012年の能力、球威型で特殊能力は超大ピンチ。リーグ2位の14勝、最優秀防御率のタイトル。さらにパリーグ MVP に選出され、チームの優勝に大きく貢献。ライオンズへ移籍したが、1回8失点の大炎上。危険球のイメージ強いよね。